先月の大雨や肥料などの高騰で農家が深刻な打撃を受けているとして JA 宮城中央会などが村井知事に農家への支援を求めました先月の記録的な大雨では県内の広い範囲で冠水や浸水の被害が出て今月5日時点の県のまとめでは農業関連の被害額は81億7300万円に上っています JA 宮城中央会などが知事に提出した要請書では被害を受けた農家が農業を続け生活を立て直すために農業施設の再建や機械の買い替えにあたって県が財政的に支援することなどを求めていますまた肥料や飼料などが高騰し農業の継続が危ぶまれるほどだとして購入経費の一部を県が支援することなども求めました 村井知事は大雨被害については状況を受け止め対策を考えたいと答えるにとどまりましたが肥料や飼料の高騰対策については県議会の9月定例会に何らかの支援策を提出する考えを示しました我々がいくら頑張,ろう頑張って生産をしようと思ってもそうした意欲につながらない今状況でございますので今日も知事の方に要請をさせていただいたところでございます